あんたらが探している機内ってのは、俺の祖父、機内ユキのことだ。あんたらは、人魚の呪いを知ってるか？機内ユキのこと？祖父？知らない。この村に残る伝承だ。村一番の漁師と言われた男が人魚に魂を食われ、人が変わってしまった。いいなずけを捨て、人魚と結婚しようとした漁師は村長の怒りに触れ、村の外れの志島ヶ浜に幽閉された。うわー、やっぱり俺の思った通りだ。志島ヶ浜に幽閉されたって、おばあさんの、なあ、紙芝居で言ってたのにさ、船で出て行ったって言ったからおかしいと思ったんだよ。その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話、今は関係ないでしょ。ロミアはあんたを待ってるの。おじいさんを待ってるって言ってるだろ。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父機内ユキのことだと言ったら、一番最初にそれ言わなかった？この人、あんたたちの探してるのは俺の祖父の話だって言わなかった？あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。教えてやる、あの話の続きを。漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の言い名付けだった女ダナトラは別の男と結婚し子供を授かった。漁師が村を追われて10年経って、なるほど。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。神島の続きだ。村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いやそれ以上のひどい嵐だったと聞く。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。かわいそう。それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。悲惨じゃん。村人たちは噂した。機内ユキを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。人魚クソなんですけど。普通に自分がさ、村人たちはドナトラ関係ないのに、機内を取り正そうと手に松明を取り、志島ヶ浜の小屋に押しかけた。許せない。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立っていたらしい。普通に怖いんだけど。どういうこと？村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ、一層祖父を避けて暮らすようになった。ああ、ダナトラは身投げしたんだきっと。それで赤ちゃんだけ助けて男の人に渡したんだよ。くそー。あ、じゃあ、あんたのお母さん、人魚の子なの？それなら、あんたも人魚の…え？人魚関係なくない？え、ちょ、人魚関係あったな。あ、そっか。俺が答えを導き出してその路線で勝手に言ってるから、そうは普通はこう考えるわけか。いや、あの男の持ってた赤ちゃんが人魚とあの機内の子供だっていう話で今進んでるけど、俺はあの赤ちゃんはダナトラの子供だと思ってるんだけど、ベロニカは人魚と機内の子だと思ってる。俺が先を読みすぎて。バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などとバカらしい。村の奴らが好き勝手に噂しているだけだ。全然人魚っぽさねえな。いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのなら、そいつに渡してほしいものがある。村の反対側にある志島ヶ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵は開けておくからな。
え、いいじゃん、人間の子ってかっけえだろうが。俺、たとえ自分がナメクジと人間の子供だとしても、誇りのもというか、え、すげえ面白い設定だなって思って、喜ぶのに。邪魔だぞ、猫。ああ、自分がナメクジと人間の子供というよりさ、俺の父ちゃんがナメクジとやったという事実の方が怖い。そこがちょっと、こんにちは。そうですか、レバニラが好きですか。レバ刺しもなかなか好きじゃん。俺もなんかね、レバは割と好きなんですよ。先ほど息子がこう通りましたが、いつもその静かなコナンジャが怖いくらいに沈んだ顔しておった。裏口の扉の先は村の墓地で、死者の魂が海へと帰る場所でな、この一帯はシジマガ浜と言われている。あれ？シジミガ浜じゃなくてシジマガ浜じゃん。あの子はあの浜が嫌いでの、めったに近づくことはなかったんじゃが、何があったんじゃろうか。間違えたぞ。おみの先ほど機内がここ来たんじゃが、裏口の扉から出て行きよった。やけに怖い顔しとったが、一体何があったというんじゃ。なんかいいストーリーだな、この人魚のお話は。いい感じ、絶対感動の展開が待ってるって。もうこの墓を調べるだけでも伏線とかがあったりするから。絶対なんだっけ、あの女の名前だ、ダナンとかダナンとかの墓とか、それ小さなメダルもある。小さなメダルがないだろ、詳しいみたいなのがないの別に。ダナトラか。ダナトラは死んだんだよ。ダナトラは死んだけど子供は助けたんだよ、人魚は。なんでそんな想像力が働かないんだ、おかしくない。粗末な死できた古びた墓は掘られた文字は消え替えて、もう読むことはできない。ダナトラ、おいおい、人魚がダナトラの墓を作って、なんでその誤解の生まれるような方法しか取れないんだ。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたものらしい。え、祖父死んでたの。俺死んでるって話誰だっけ。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当ならその人魚に渡して、機内ユキは死んだと伝えてくれ。悲しい。ちょっとお前が機内ですって言ってやれよ。まあでも全然別の子供だから顔も似てねえだろ。血も繋がってないもん。悲しいことに。え、血繋がってないよね。約束のベールを手に入れた。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指刺すやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。え、ちょっと待って、え、お前のお母さんは死んだんじゃなかったっけ。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほしくはない。あれ、ちょっと待って、あ、そっか。待て。え、ちょっと頭おかしくなってなりそう。こいつのお母さんはダナトラで死んだはず。え、ダナトラがお母さんじゃない？カミシャリとかお母さんの人なの？じゃあお父さんの人、お父さんは？お父さんは死んだ人なんじゃないの？じゃあお前人魚の子じゃないじゃん、そもそも。え、じゃあなんでこいつ人魚の子だと思ってるんだ？どういうことだ？なんで3人から生まれてる子になってんの、こいつ。助けてくれ。え、待って、こいつのお母さんは紙芝居をしてた人でしょ。そんで、お父さんは行方不明になって、じゃあ海で死んだじゃん。っていうことは、普通に人間と人間から生まれてんのに、人魚の子だって言ってるわけじゃん。え、話を聞いてんだけどおかしくなっちゃったんだって、途中で。で、どこでこんなことになったんだ。
ああ、こいつの親だよ、海で拾われ、拾われ。海で拾われたのはこいつの親か。ああ、俺、ジョジョと同じ感じがしてるよ、さ。ジョナサン・ジョースターのさ、変わった子供が、あ、ジョセフだと思ってたもん。その勘違いと同じ？ようやく俺も、船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上、過去の呪いを蒸し返さないでくれ。いや、お前の親が人魚から拾われ、ちょっとなんかいろいろちょっと考えることがあるぞ。相関図書くわ。じゃ一旦俺も整理したい。まずこう人魚がいるでしょ。俺50回ぐらい忘れるからな。ダナトラ、ダナトラとかなんかあまりにも知り合いにダナトラって人いないから覚えらんねえ。ダナトラがいるじゃん。でキナイがいるでしょ。待って、キナイって何人も出てきそうだから。元祖キナイがいるじゃん。キネはそこまでダナトラのことがすごくない。ね、ここで、ここで、こっから生まれたのはキナイジュニアって謎じゃ全く関係ないのに、この二人とは。これだ、ガキナイでしょ？あれ、待ってくれ！違う！あ、そうだ。ガキナイ。ガキナイだけど、ガキナイババアが生まれるじゃん。字が変になった。ガキナイババアが生まれて、人魚このガキナイババアを助けるんだ。この間に生まれたのが今のガキナイでしょ。俺の中ではこういう感じなんだけど、どう？あ、そうだ。ロミアにベールを渡さなきゃいけないんだ。まあ、真実はこの後明らかになるかな。実写版のストーリな。俺が作ったらちょっと違うストーリーになってボロクソに叩かれるのかもしれないな。実は俺さ、ドラクエ5だって理解してるのかも。監督は多分こういう感じなんだよ。俺見てないけどね、5の実写ね、映画ユアストーリー。ダメでガス、マスクが脱げないでガス。足止めを直接見た人は石になっちまうんですよ。最強じゃん。なんて嘘だよ。え？ちょっとマジ人間の子だったら引くんですけど、マジで人間の子だったらちょっとさ、怖くない？人間の子じゃねえんだろうな。おい、お前の婚約者死んでたぞ。おかえりなさい。ズームで戻りが遅いから私とっても心配していましたわ。もしかしてあなた方や機内の身に何かあったんじゃないかと不安で祈りの歌をずっと歌っていたの。かわいそうで言えないぜ。ごめんなさい、何でお疲れなのに。私ったらどうだったかしら。機内は元気でしたか。私を迎えに来てくれる。機内迎えに来てくれるとみんな嘘をつきますか。なんだこの選択肢。くっそー、どうしたらいいんだ。いい家が初期になってる。これいい家が正しいんだよ。ドラクエは初期の場所だ。いやー、この嘘はなー、この嘘はなんかバレる嘘だしなー。なんかどうとでもなる嘘だったらいいんだけど、この嘘はただ待たせるだけの、絶望を引き伸ばすだけじゃん。あー、この嘘は優しくないな、別に。いや、この嘘は優しい、自分に対する優しい、自分のただの逃げの嘘だよな。言いづらい気持ちが。人間の寿命知らんのか。ちょっとそこから教えていこうぜ。で、俺と結婚しよう。ていうかさ、機内の俺の方がイケメンじゃん。髪もサラサラだしな。くそー、俺本当のこと言うぜ。この嘘は優しい嘘じゃない。嘘をつく。機内は、
死んでた。なんか知らんけど。ひなが死んだ。アミノさん何を言ってるの。いやいや、そんなことってないわ。あら、皆さん、それで待ってる、手に持ってるものは何ですか。約束のベール渡した。ねえ、でもこれさ、死んでないって言ったらこうならないもんな。気になる。死んでないって言ったらどうなのか気になる。え、あの人が、キライがこのベールを握って死んでいった。嘘よ、だってあの人は必ず迎えに来るって約束してくれたもの。ごめんなさい、皆さん。私は彼の死をこの目で確かめるまで、とても信じられない。あなたが会ったというキライに会わせてください。私をナギムナ村に連れてって。皆さん、私にカバンズのように出してください。私は後からついていきます。違う展開気になる、俺。少し悲しい展開になっても、それはそれで好きだけどな。人間、俺が得意なの、はぐれたりせず、ちゃんとついていきますから。死んでないって言ったら、ただここで待ち続けるだけになってるな。どうなるんだろう。お話は聞かせてもらいました。飲み屋姉さん、なぎむら村に連れて行くんですか。はい。任せておくでガス。来ない人が来ないようですから、私はここで機内を待っています。何度もわがまま言ってごめんなさい。機内を連れてきてください。どうかお願いします。仲間会を見るか。さてと。一個前に見れる。うん。ロミはもう事務所と待ったわ。恋人との再会が別れの挨拶だとしても、あの子は前に進むためにどうしても必要なことなのよ。そんな。ねえミネル、本当にロミとキナイ合わせるの。あの子かなり気が動転してるわ。ショックで倒れちゃったら私たちで何かできるかな。こんなにも静かに寝るのになんだか胸騒ぎがしますわ。穏やかすぎる夜の海のせいでしょうか。なあ、彼とロミアとキナイに合わせてやれば俺たちは晴れて親子ごめんだ。キナイをロミアと連れて行こうぜ。神の淡白なところがいいな。さっさとやろうぜ。みんな嘘ついたらどうなったんだろうな。つけねえよ。でもかわいそうで、人魚ちゃんがかわいそう。50年待ってるんだぞ。そこがポイントだよな。50年だぞ。50年は長い。50年会ってない人のことを愛すってすごくない？ありえない。適当な作品を書くんじゃねえよ。50年会ってなかったら忘れるだろう。こんにちは。あのベールを人魚に出してくれたか。お前さ、人魚を幸せにしてくれ。俺にはできないんだ。俺はソウルちゃんと幸せにしなきゃいけない。お前でいいことはないか。簡単に雑用でも変な種類でも何でもやってやるぞ。人魚と結婚してくれ。獅子湾浜に来てほしい。買ったやつあそこには何もありしないぞ。ね、あのおばあちゃんにも来てほしいんだけど。だってあの子供があの時さ、助けた子供が、人間の助けた子供がおばあちゃんなんだわけだからさ、おばあちゃんに来てほしい。お前そのおばあちゃんの子なんだよ。めっちゃついてくる。めっちゃ、めっちゃついてくる。これならどうかな。どうしたどうした、ついてこれてないぞ。さすがこの勇者ダッシュにはかなわないようだな。勇者出してどこまで差がつくか。お、あいつもどっか行っちゃった。あ、いた。勇者出し！この、ここで一気に差をつけろ。コーナーで差をつけていく。いや、コーナーで差がなくなる。ほら、どこ行きやがった。もうだ、一周遅れになるぞ。2ラップ目に入った。マジで消えた。
やべえ、機内がいなくなっちまった。ちょっと二人目の機内もいなくなった。また機内海に落ちて死んじまったのか。機内がいねえ。やべえ、機内がいなくなった。俺機内がいなくなったんだけど。あ、いたいたいた、よかった。まったく。行くか、真実を確かめに行くぞ。こんなところに連れてきて一体何だってんだ。あ、かわいい。機内、機内なの。名前だけ機内です、こいつは。ああ、俺が機内だが。そんな人魚、本物なのか。あなた機内じゃないわ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。え、あれ機内の墓じゃねえよ、ダナトラの墓だよ。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。どういうことだ。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。なんで50年考えてて忘れるんだ、それは。あれから知ってたのか。そんなにも時が過ぎていたのね。500年生きる人にとって時間感覚って50年は10年分なのかな、人間の。ねえ、俺さ、春日が10年前だってマジで思えないんだけど、2年ぐらい前の気がするんだけど。っていうことは俺さ、時間感覚、俺さ、俺500歳ぐらい生きんじゃねえか。最後まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。お礼の品は白の入り江に置いてきました。直接渡せなくてごめんなさいね。かわいそう。ちょっと俺兜脱いでサラサラ部屋を見せてやりて。もう失敗した。私もう行くわ。え、なんでなんでなんで。意味があるのか、今さら。ずっと待っていたわ。そう、自在に陸上に乗れ。え、死ぬって言ってなかったっけ、陸上に乗ったら。人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に
機内と会えてよかった。もし私が人間だったなら、機内と共に生きられたのかしら。かわいそう。てかよっぽど人魚の男ってろくなのいねえんだろうな。さようなら。50年で。お、何さ、ちょっと上がるだけで何で死ぬの。おい、ちょ、なんとかしろ、機内。おい、機内ジュニアよ、なんとかしろ。むしろ俺な、おい、この現場を見て、おい、なんで俺何もしないの。病気か、俺たち。この現場を見て何で何もしない。あれ、もう生えてこないのかと思ったら生えてくるんだよ。やべ、泡になっちゃった。え、なんで何もしなかったの。話聞いてなかったら死ぬって言ってたのに、今。あの姿、どこかで見たことがある。あれは確か、祖父の小屋に。え、なんでこう、だってさ、海に戻ったら後なり消えて死ぬみたいなこと言ってたんだけど、海に戻らなかったら死なねえんだから戻さなきゃいいじゃん。400年生きれるじゃん。なんで戻しちまったんだよ。くそ、失敗した、マジか。これ最悪なんだけど、やり直そうかな。嘘つこう。セーブしてないんでやり直そうかな、マジで。僕は何でもいい。ちょっとね、ちょっとね、嫌な話をね、俺ね、こういう嫌なストーリー見せられるとずっと覚えてるから、俺。どうでもいい、嫌いなこと思って。あの嫌いは何の関係もない人なんで。なんで初めてこれをあげたみたいな。マジで興味がないんだな。俺だったら絶対なんだって見たがるけど、今まで気づいてなかったの。祖父の手紙だ。愛する人へ。そこまで興味のない人だったらそんな悲しくないだろう。別に君に助けられたあの嵐の日から君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりにしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。あ、ちょっと真実が明かされそう。その数日後、シジマガ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての許嫁ダナトラだった。ああ、身投げするんだ。ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。人魚は関係なかった。ここで機内。体は本当にもういいのね。ああ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。機内、私はいつまでも
ここであなたを待ってるわ。キライのことがすっごく50年待つぐらい好きなのわかるんだけど、なんでそこまで好きなのか理由を教えてくれないと説得力がない。なんでそんな魅力があるのか、どこで好きになったのか教えてほしい。何をしてくれたの、命の恩人だったりするのかな。この子には俺が必要だ。すまないロミア、俺は俺だけ幸せになるなんてできない。これがガキ内だったらいいんだけど、これガキ内のおばあちゃんなんだよな。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。俺だったら赤ちゃんなんてそっぽいって行くぞ。人魚のところになんで行かなかったんだよ。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているのだろうか。本当にあの赤ちゃんはあいつがいなかったら生きていけないのか。この村の人は育ててくれるだろう。せめて会いに行って一言話せば50年待たなくて済んだと思わないか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。今までの無礼を許されて船燃やされてないのか。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。俺はね、女が死ぬと切れるから。恋をストーリーに腹が立ってくる。なんで可愛い子を殺すんだよ。嘘をついてでも、いやじゃあなんかもしかしたら待ってる間に転がりするかもしんねえから、嘘をつけばよかったぜ。俺は伝説の人魚でも人魚を見られたじいさんをこの中に憎み恥じていたと思う。言うならじいさんの気持ちわかる。恋してしまいそうだった。死ぬほどだから心変わりしないんだろうな。いや、恋をしてしまいそう。しかもさ、ちょっと待って、これダナトラの墓じゃん。命をかけてさ、会いに行ったのがさ、ダナトラだったっていうのはすげえ皮肉じゃない？え？ちょっと待って待って、え？これダナトラの墓じゃないの？こんにちは。キライのやつが寮をサボりやがって、噂では恋人ができたっていうし、人間恋すると変わるもんだな。おい、これで終わりじゃねえだろうな。あ、そうだ、俺で終わりじゃねえんだった。白の入り江に来てって言われたんだ。くそ、待って、あのおばあちゃんが一番さ色濃くさ
人魚と関わってる、一番人魚と色濃く関わってる人のはずなんだけど、あいつどこ行ったんだ、ばあちゃん。あんな紙芝居なんてしやがって、嫌がらせで。おい、タラボクが置いてある。これ一人箱だったらどうする。